最高。絶対絶対当てよう。大丈夫、あなたなら絶対当たります。今おまじないしたからね、絶対当たるよ。大丈夫、絶対当たる。ピンクのレス、そう。あれ、裏しか映ってない。そうそうなんですよ、嬉しい、楽しみだね。絶対当てようね、絶対当てようね。撮影タイムカメラもありですか。なんかそこら辺のなんか詳細はまだわからないので、その時に分かったら言います。お見送りもあるし、練り歩きもある。だから多分盛りだくさん、楽しみなこといっぱい。ジャージめっちゃ似合うね。え、本当に嬉しい。これニュージャージです。こういうなんかイエーみたいなのはあんまり着たことがなかったから着てみようと思って。ピンクのチーク、え、そう、ピンクのチークしてるよ。こんばんは、ありがとう。この配信は55分から始めたから10時10分過ぎぐらいまでやる。こんばんは。頬がピンク。でも今日もう今レッスン終わりで、もうめっちゃあの動いたから赤いんだと思います。多分そうなの。あげ、ありがとう。みんなさん、赤くなっちゃった、赤くなっちゃった。今日の配信すごい緊張しました。 MC 初めてフルでやったからとても難しくて緊張しました。カミカミだったけど、どうでしたか。ファミレス寿司握る握りたい、握りたいし、お刺身もやってみたい。いいのかな、衛生的にどうなんだろう。したいよ。でも多分私のお魚だけで30分取っちゃうかもしれないから、ちょっと裏で私がやってて、みんなが頑張ってくれるみたいな。そう、衛生的にね。そう、衛生的に。そうなんですよ。ありがとう、みんな嬉しい、ありがとうございます。もっと MC 極められるように頑張ります。こんばんは。そうだ、アルバムの完売もありがとうございます。もうとっても嬉しい、嬉しい。あ、お腹鳴った、お腹すいちゃった。お腹すいた。そうなんですよ、もうこんなに早く完売が出るなんて思ってなかったから、すっごい嬉しかったです。いっぱい会いましょうね、ラブ。本当にありがとうございます。愛です、愛でしかないです。ご飯何食べる。今日も夜はスープ飲むよ。スープです。え、
ちなみに皆さんはどのあのどのあの何あそこひあのあれが良かったですか、服装。そう、舞茸スープ、舞茸スープだよ。舞茸舞茸ぐる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 、舞茸舞茸ぐる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 、舞茸舞茸ぐる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 。制服？お、セーラー服？ツイン？ニットワンピ？サンタさん？コークマ？メイド？いっぱいだね。ミニスカ。そう、あそこすごいこだわりあるから嬉しい。バニラール。私やらない、やらないよ。どうして急に？ん？全部。あら素敵、嬉しい。結局ゼミみたい。そうだね、いや嬉しい。サイドポニー、お、あざとコーデ。やっぱりメイド、そうね、なんかオンラインだけじゃなくって現地でも見たいって言ってくれたおかげで現地も追加することになりました。ありがとうございます、嬉しいです。メイドやばい。そう、2つ種類あるから楽しみにしてってください。ベレー帽もかぶりますよ、ベレー帽。ミヨンさんとのおそろい、そうなんです、皆さん私大好きなミヨンさんと、ミヨンさんとおそろいができることになったんです。はぁ、うれしい。まだお洋服の詳細は決まってなくって、今度会った時決めようって言ってくださったので、はい、頑張ってというか私からお願いしに行きました。制服メイメイに告知する、うん、楽しみにしてる。 OK 言うね。あーでも OK 言うかな、告白されて、うん、どうしよっかな、どうしようかな。勇気だ、そう勇気出した。あーもうミヨンさんと嬉しすぎる。もうずっとお姉ちゃんにもお母さんにもあのお父さんにももう本当にいろんな人に自慢しました。ミヨンさんとお揃いできるんだよって、あ、待って、今コメント読めてなかった。振られるのもあり、ありなんかーい。ありなんかーい、ありなんかーい。ありなんだ、みんな断れるのありなんだね。そっか、じゃあもっと違う返し方を考えようかな、100パターンの返し方を考えようかな。楽しみ。ワクワク。断れたら何でも、あ、そういうこと？確かに確かに。うん、カラオケの音だった、びっくりした、誰かと思う。ワクワクさんだね、だね。応募したし当選したい、大丈夫。あなたの彼女になれますか。誰かカラオケ、ここカラオケルームなの、だからカラオケの流れてるね。お腹鳴りそうね、お腹鳴りそう、助けて、助けて。お腹鳴ったらみんな笑ってね、笑ってね。
お腹が鳴ってしまうしーです。ダメです、お腹の音恥ずかしくて聞かせたくないです。聞かせたくないの。食べねえ、お家帰ったら、お家帰ったら。聞きたいじゃないの。あ、今鳴ったけど今話してたからセーフ。イヤホン音量上げ、鳴った今。大丈夫？ごめんなさい、音聞こえたかも。違う、キャーがひどかったかも。あ、聞こえてないみたい。あ、よかった、嬉しい。まあそんなことは置いといて。マネージャーさんがいた、目があった。もう一回、もう一回鳴らしてじゃない、鳴らさないよ、ダメ。マネージャーさんがね、ドア越しにいらっしゃった、目が合っちゃった。こんばんは、ありがとう、みんな挨拶。ミミかわいい、ありがとうございます。うわー、え、マルオさん、タワー、マルオさん、タワーありがとう、マルオさんありがとう、嬉しい、ありがとうございます。うん、ありがとう、タワー、やばい、え、もう、あ、本当だ、10分になっちゃった、早い早い、うん、早いな、でもな、もうバイバイのお時間だ、みんな。じゃあ、あと2分お話しして帰ろう、みんな、バイバイしよう。2分お話ししてバイバイ、12分まで。もうちょっとお話ししたくなってきた。嘘、13分、13分にしよう、嘘、13分。で、13分終わったらあと2分で、あの、ジョイの5名の方お呼びさせていただくと。延長でって。もう延長でもうキリがなくなっちゃうぞ。おー、そこをなんとか、そうだよね、うん、明日しよっか、明日の夜しよっかな、明日夜時間あったらやろうかな、また。今月はね、あまりね、お会いできるね、時間がないから、うん、たくさん配信するぞ。明日の予定も、うん、開けてて。ありがとう。とりあえずファミですね、ファミ当たりますように。うん、絶対絶対ね、当たってほしい、みんなに。もうね、本当に当たっていっぱいお話したい、あの、楽しい場なので。しかもせっかく1回目のファミなので、嬉しすぎるから。あ、そうだ、
今度16日かな、ちょっとまだ 100% ではないんですけど、16日の夜配信するんですけれども、その時あのお魚をさばくか、あのお寿司を握りたいと思います。その配信もしたいと思います。そう、料理配信、そう、最初16日はあのお魚さばいて、さばくかお寿司握るかの配信をして、その次からはなんかパスタとかジェノベーゼパスタの作り方とかなんか説明しながらやろうかなとか思ってます。はい、待っててください。そう、それを言いたかった。あ、お腹鳴った。可愛くないお腹の鳴り方、ググって言った。あー、ほらまた鳴ったよ。あーし、調理師免許持ってないです。聞こえない？おっと、あら、もうそれならよかったよ。もうじゃあもうしーしとく。私がソースから、うん、バジルソースから作ります。なんかあのバジル 50g に、松の実 30g、ニンニクの一かけらをみじん切りにして入れて、でもちょっとニンニクがあの少なめがいい人は本当に一かけらの半分とか入れて、あとなんだっけ、オリーブオイル 100cc をミキサーにかけると、あと、あーお腹がで、塩と胡椒、あの塩胡椒じゃなくて塩と胡椒をカシャ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 って言って、まあ少々入れて、あのミキサーにかけるとあのできます。バジルソースができたらもう完璧。確かにご飯のお話したからだ。あー、もうそうだよ、みんなそうだよ。自業自得じゃん私。まったく、もうそういう時もあります。ミステロだね。ねって料理ね、食べてあげてほしい。食べさせてあげたい。食べてほしい。スープは舞茸。そう、私舞茸スープって言ったんですけど、松茸スープでもあるんですよね。松茸と舞茸を間違えました。でも舞茸でも作れます。松茸スープは舞茸スープはあの鰹節をふんだんに使って、沸騰したところに入れて、で鰹節わーって取ってシュッてやってで薄口醤油、薄口醤油にをあの小さじ2、3杯ぐらいを入れて、で塩を少々入れて、でも本当にそれだけだった気がする。簡単、超簡単でした。美味しいですよスープ。あー、ちょっとお腹空いてきちゃったうん、こんな感じかな。まあ、最近作ったもののレシピは覚えてるけど、ずっと作ってないのとかは全然覚えてないです。待って、話してたら17分になってたうん、ありがとう皆さん、急だったのにお話できて楽しかったです。嬉しい。じゃあちょっと今日は短かったっていうのもあるので、 5位の方、上位5位の方と
65位の方、あれします、名前をお呼びします。先にスクショにする？そうしますか。そうしましょう。何のポーズがいい？そういえばポーズ決めて、あれ、この間スクショタイムしてなかった気がする。松茸お腹がグー、お腹がグー、ピグレットやってちょっと待って、ピグレット、ピグレットやばい、どれだっけ、なんかこういうやつだよね。え、こういうやつだったっけ、目開いてたっけあー面白い。あ、これ、え、嘘でしょ、ほんまですか。え、みおんさんもやってた？え、じゃあちょっとやります。もっと可愛いのにしてよ。でもみおんさんと一緒だから嬉しい。やった。Love you。 ありがとう皆さん、大好き、楽しかった、ありがとうございました、嬉しいだけ、ラブ。チキン。ではでは、またまたお会いしましょう。ウェバースでもね、またこれから会えるからね、いっぱい待っててね、ありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。えらいえらい、バイバイ。バイバイ。